強調するように白い絵の具をこうつけていきます。ではポイントに白い絵の具をつけていきます。このスズランの形のかわいいところ、この一番下のこのひらひらとなってるところですよね。そこを強調するように白い絵の具をこうつけていきます。このギザギザが強調されて形がちょっとこう見えるようになりますから、もう白の色を塗るというのではなくて、この形を整えるという意味でギザギザのところだけに使います。こんなところですね。この辺もちょっと。では次にこの茎のところを塗っていきます。焦げ茶やグレーを少し緑に混ぜるような色になります。この2本が同じようになっているので1本ちょっと薄い色にします。あとは擦れてるところはないか確かめて、これでまた調整するんですが、その前に縁に今度金彩をしてから調整します。その金彩は以前の動画で朝顔をしました。この時の金彩と同じですので今回の撮影は割愛します。調整が終わりました。前回あの後金彩をしまして焼きました。きれいに焼き上がっています。ではここの絵の具の部分をさっと磨くとツルツルになるので、一応金磨きペーパーでこう磨きます。これでザラザラ感がなくなります。今日の筆はこの辺の太めのと細めのを2本ぐらい。これで描いていきます。紫、それからこれは濃いピンクに青です。この色を混ぜ合わせて、このすみれの紫色の部分は描いていきます。それから忘れな草のあたりはこの青。それから葉っぱはこの辺の色、そしてここにスズランのところはこのグレーを使います。今日はすみれの色の濃い部分、影になっている部分、そこを重点的に濃くしていきます。この花びらの奥まった部分、この部分がこの絵の中では一番濃い部分になります。その場合こちらのこれが単独の紫ですが、これではなく一番濃いピンクとブルーの濃い色、これを混ぜて筆につけます。そうすることで濃い紫が出来上がります。この辺も濃いです。で、この下の方のが終わりましたら、ここに出ているスミレが一番上にこう乗っているタイプのところです。周りをこう固めていったら、今度こちらを描きます。こちらはこの普通の紫をまず筆に取りまして、形をだいたい整えていきます。そしてちょっと明るくしたいところ、少し抜きます。この辺は少しピンクにしたいので、柔らかいピンク、少し明るめのピンクをもう一本の筆にこのくらいの可愛いピンクをつけまして、こう上に乗っている花びらなので少し明るくします。ただこの根元の方は紫を濃くしたいので、先ほどと同じように濃い紫を作って、ここはこちら側、この辺とこの辺は濃い紫にします。こうして立体感を出していきます。ここのところも濃い紫、濃い紫というのは濃いピンクとブルーの濃い色を混ぜた色になります。この辺も柔らかいピンクで明るめに塗っています。ここは奥まっているところで、ちょっと濃い紫を作ります。明るいピンクにします。ピンクや黄色って言いましたが、あとは水色なども白いお花に部分的に入れると、いろいろな色が